イヤー MF ゴースト最終回、ほんと良かったですね。このアニメは毎回熱いレース展開で、ユーロビートが流れると最高にテンションが上がるんですよね。かなたくんは天才主人公だけど、嫌味な感じが全くないので、見ていて不快感がないのが良かったですよね。で、レンちゃんの恋も描かれていて、そっちも本当に面白かったです。2期も決定したのでめっちゃ楽しみです。以上、MF ゴーストのお話でした。